村 Hey guys! This is Genki Ohashi! Let's go! Oh, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this. はい、はい、はい、ありがとうございます。これか、板村さんがやったやつ。いやこれで、この後に、はい、かっこいいなんか、そうです、入るですね、変わったんです、変わったんです、はい、いや見てくれてるんですね。もちろんですよ。だから、前、何年前ですかね、もう はい、北村さんが、YouTube 始めた時、いつでしたっけ、が、そうですね、3年前ですね。ですよね、3年前、そうです、3年前です。その時に、はい、だってずっと続けてたら多分今北村さん100万人いってた。いや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 、マジで、マジっすか。そんくらいの、もう要はエンターテイナーですから。だからボディービルダーでもあり、はい、まあね、格闘技で、まあそういう、まあ、やりますね、 やったりもしてたんで、はい、断れないんですよね、あの憧れの舞台を。まあそうっすよね、はい、プライド世代でつってましたもんね、はい、多分世代一緒ぐらい。一緒っす、はい、北村さん年齢公表してます？知ってます。3人いくつですか？10、まあ6、 6? 僕、え、今年6かな。あれ、あ、やべえ、それできる。え自分の年齢覚えてない。去年の12月で36です。ってことは、じゃあ、今年7の年です。僕は今年3の年なんで、4つですよ。4つなんだ。4つの先輩です。うわ、おはようございます。いや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 。北原さん。いや、なんかこんな感じで喋るのも、はい、でも初コラボですよね。初っすね。ですよね。意外とあの、試合会場とか、電話とかでは。ね、そうそうそう、結構取り合って、うん、北村さんと結構連絡は取らせてもらってたりはするんで、フィットネスの話したりとか。そう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 、初めて2人がお会いしたのって、僕覚えてるんですけど、うん、僕も思い出しました、はい。あ、本当ですか、はい。3年前の、はい、山岸秀忠が、そうアイリスカイルクラシックのジャパンの陣さんと新さんがプロ取った時ですよね。そうです。その時に行列ができてたんです。一人、なんか一本の。あそこ、何本も行列できる回数。そうですね。現象が起きるじゃないですか。はいはいはい。そのうちのお方だったんですね。で、いやいや近くで、僕知ってたんで、元気さん。はいはいはい。で、フィジークってでっかと思って。いや。で、ジンさんのことをすごいサポートしてた。あ、そうっすね、僕と佐藤君であの日はサポートさせてもらって、いやだから、あ、これチームの人だと思って、で、挨拶しに行って、挨拶して、で、元気さんもちょっと知ってくれって言ってた。北村さん始めた時に、まあ、明らかちょっとおかしいじゃないですか、そのデカさ、スケールが。おかしい。スケールは異業種からボディビル界に取られてたわけだから、はい、もう見てましたよね、なんかあの持ち巻き、はい、で、はい、ダンベルプレスとかしてませんでした？やってました、やってましたね。いまだにやってますよね。うわ、何この人と思って、はい、怪獣じゃんと思って怪獣で、現地で初めてお会いして、はい、怪獣でしたよね。いやそうそう、そんな怪獣重かったっす、めっちゃファットも190なってみたいっすね、バルクで190、はい、どうなっちゃうんだろう、もう多分靴ひも結べないだろう。100ね、3、40キロでパツパツになってたんで、すごかったっすね。見た目は目立ってたかもしれないです。え、プロレスの時ってどんくらいありました？プロレスの時は、最後の方が125とか130。あー、でもそんくらい。最初は巡業行って帰ってきたらもう十何キロですって。あ、そんなうちですか。108キロとか、120で出発して108キロになっちゃったりとかして、ハードすぎたの、ハードすぎたオーバーワークとかいろいろあって、はあ、で、僕あのプロレスでもアマチュアレスリングとボディービルってこれ 2個入れたことによって、なんかそのいいって褒められて、はいはいはい、あのローリングからのポーズとか待ってないとこうやってたりとか、レスラー時代に、はい、でそういう要素を入れてたら結構売れたんですよ、ね、なるほど、みんな知らないから。いやー、エンターテイナーっすよね、マジで。本当に
マイケル・ジャクソンか勝也来たのかそうそうそういやっていうぐらい、はい、エンタメなんですよ。勝負さんっていうのはね、インスタで見てましたから、ジャクソン、ジャクソン、はい、彼がまあキングオブエンターテイナーじゃないですかはい、やっぱりその表現をする側として、はい、北村さんもね、今ボディビルダーとして表現してますけども、まあ、そうですね、去年はライジン、はい、去年は二刀流して、はい、どうでした、ライジン、もう興奮しますよね、やっぱりしちゃいますね、あれアドレナリンがめちゃくちゃ出ちゃって最高でしたね、あたまらんかったっすね。やっぱ当時のその僕も格闘技はめちゃくちゃ好きなんですよ、昔から。へえ、今日は K1 もマークハント、あバタハリ、はい、あその時代一番いい時代で、一番いい時代マークハントめっちゃ好きだったんで、へそこから見て、でいつも思ってたんですけど、リング上で痛みってあるんですか。リング上はないっす。ないっすか。ないっす。苦しいなぐらいですね。あただ脳が揺れちゃうんで、あ自然とフラフついてくるとか、その見当てが見えなくなるとか、鼻が僕この間、まあ、一撃折れたんで、 あれ折れてたんですか。結局折れてましたね、ボビーさん、はい、 目で一回目と鼻ババンって食らって、鼻確かに目まだこう腫れてますよね。ちょっとはい、折れたと思ったらもうバーバー血出てて、あ確かにめっちゃ血出てましたね。前半が細いんで、細い、キュッて入って、っ本人もそう言ったんですけど、キュッて入って、もう、で伸ばされて、はい、もう完全に入って、もう生きていけなくて、タップしちゃったんですけど、なるほどね。ボディビルもやっぱりその表現力というか、はい、めちゃくちゃ大事じゃないですか。めちゃくちゃ大事ですね。で、まあ、確かにその北村さんがこう出た時って、はい、まあなんかこう、ちょっとあれかもしれないですけど、はい、よくもう悪くもすげえ盛り上がって、はいはい、いや。なんかそうですね、マジで、はい、楽しませる人が僕はやっぱり強いと思ってるんで、ボディビルも僕はスポーツというよりかはエンターテインメントだなと思ってるんですよ。あ僕は確かに、うん、僕はスポーツとは捉えてないんですよね。あいいこと聞いたわ。だすごいな、なんかもうすげえ派手っすもんね、やっぱり、うん、もうなんかぶっ飛んでますよね。絶対一般人じゃないですもんね絶対これじゃあの会社行けないですからね。やっぱどれですか、歩いてたりして街、はい、視線やっぱ感じますよ。でもそういう元気さは一緒っすよね。いやでもまあ一緒ですけど、その夏とかになると、でも、はい、それ以上に多分あると思うんですよ。あもっと派手だし、なるほど、 でかいし、はい、薄着だし、うん、で雷神とか出た後の反響、はい、結構感動したんで、はい、あのみんな結構色物扱いで、はい、あの試合って多分最初見てたと思うんですよ。でも実際蓋を開けたらすごいいい試合して、はいはい、でその後の会見の動画が、はい、北村さんの再生回数ってやばかったと思うんですよ。あそうですね、あえてめっちゃ悔しくてたまんなかったんですけど、うん、ここは男として言い訳はゼロでいこうと思って、うん、相手を叩いて終わろうと思って、あそしたら結構みんな反応良くて、そこがやっぱ北村さんの僕いいところだと思うんですよね、そのまっすぐなところ、だからそれこそもう、はい、レッツゴーレッツゴー、うん、これもずっとこの状態ですよね、うん、これがやっぱ北村さんの良さなんですよ、僕はすげえ思う。いや本当にあの頃からずっと YouTube やってれば、はい、多分100万人で絶対言ってたよね。言ってましたね。絶対言ってましたよ。すぐ長期休暇入ったんで。そうですね。だって、いろんな、なんだろう、あの、シンさんのやりとりとかもあったり。あったんすよ、はい。それも見せたし、はい、でも、ああいうのも、北村さんにしか出せない姿というか、はい、みんな、ああいうところって絶対隠すところだと思うんで、そこをやっぱさらけ出して、さらけ、はい。だからやっぱりこう、ファンも多いと思うんですよね。あなんかこう、他の人よりも濃いコアのファンが多いと思うんですよね。だってあのなんだろう、最初の頃のイベントあったじゃないですか。なんか ありました、はい、なんかのイベント。いや何に来たんでしたっけ。ね、中野に400、やばいっすよね。だって結構この著名な筋トレ系の YouTuber の人でも、はい、多分そんな来てないんじゃない。あれね、まだあんまり筋トレ YouTuber がそんなに多くなかった、そうそうそう、いなかった頃だから多分全体のパイも少ないはずなんですよ。だからこいつはなんかしでかすんじゃないかってみんな思いだったと思います。で、その後謝罪もして、で、イベントやりますよ。で謝罪もしていろいろなことがあったんで、まあそうですね、はい、渋谷で午前
200、午後200。マジっすか。で、そこの時は新さん来てくれたんですよ。あ、そっかそっか、それなんか写真見ました。で、名古屋も200、200。あ、名古屋もやったでしょ。大阪だ。大阪も行って、機動隊から出たんですよ、中野の1回目は。何ですか。中野の1回目は、交通が整理、もう機動隊、ね、溢れちゃって、道が。機動隊が出たんですか。そうなんです、機動隊が、あの、警察ですか。警察が来て、あの、開けなさい、道へっつって言って、車通れないからみたいな感じになって。あ、そうやって来るもんなんですかね。いや、そう、みたいですね。ああの相当腹立ってたんでしょうね、近所の住民が。そっか、クレーム入ったりして。でもまあそんなに来るとは思ってなかったですもんね。10人か50、よくて30か50来たらいいなと思ってたんで。すごいよね。いや、でタピオカの動画とか見てましたし、渋谷のこの人に食われるなと思いましたもん。あの筋トレ業界は。いやいや、本当はね、浅草とか行きたかった。そうそうそう、今日そうなんですよ。行きたんです。ただなんかわけわかんない天気で、そう、今日ちょっと降ったり やんだり寒くなったり、めっちゃ寒いし、はい、じゃまた別の、そうですね、それはやりましょう、はい、ね、あ、お願いします、ぜひやりましょう。北村さんでも食べられないんですけどね。まあ、いいですか。大丈夫です。減量中なんですもんね。まあ、今何食食べてるんですか、減量で。4か5ですね。カロリーは一応まだ高めにしてます。2500とかにしてます。あ、でもそれでも2500なんだ。ちょっと少なくして、こう怖くて。まあそうっすよね、だって僕も2200とか300なんで。あ、高いわ、元気さん。いや、でも最後もう1700とかにしますからね。そうっすよ、ね、500ぐらいか。前回の時だって元気さん海外でしたけど、はいはいはい、マジやばかったっすもんね。結構いい感じしてもらったんで、ね、過去一水めっちゃ抜けたんで。海外で過去一になるってすごいと思うんですよね。自分調整がまず飛行機の中でできないんで。ああ、でも飛行機の中でどんどん良くなってったんですよ。3食だけ持ってって、うん、で機内が確か何時間と13時間だったんですよ。やーべえな。で3食食べて早めに食べきちゃったんですよ、2時間半おきに食べたら。はい、やっべえってなって、そしたらもうスチュワーデスが来てダイエットコーク、はい、持ってきてくれたり、水、うわ、僕もその Google 翻訳で機内食どうするって言われた時に、あさって大会だから食べれないんですって言ったら、もうすごいよくしてくれて、ね、確かに本当にダイエットコークにもう救われましたね。はい、すごいっすね。トイレでチェックして、あの飛行機の中のライティング、トイレのライティングめっちゃいいんすよ。薄暗くて、これめちゃくちゃいい。そう、斜めから、そう、薄暗くてで、こういうスポットライトで当たって、自信ついてたんですよね。はい、はい、結婚うじゃうじゃだってステージ堂々としてるから、もうよかったっすけどね。不安な人って言って結構最初にね、慣れちゃう。まあそうっすね、結構その堂々としてる人も大事、優雅っていうか、自信ある人ほど残るかなってイメージ的には。そうっすね。でも一人で行かれてすごい不安だったって言ってます。そうね、今回本当に北村さん行けます一人で。いやー、なんか大会行くとき一緒に行きましょうか。どういうことですか。絶対無理。いや、嫌です。確かに、いや、アメリカ無理かな。無理ですね。結構きついっすよね。北村さんも喋れるんですか。僕はビルビットさん、プロレス プロレスはイエバディとライトウェイトベイベー。プロレスじゃないっすか。あ、そうか。それめっちゃリトルですね。はい、あのだから英語のできる風に外人とコンタクト取ってたんで。あ、でもなんかコミュニケーション取れそうっすけどね、なんかまあなんとなく。そうです、うん、だからあの当たり相手が大体プロレスの時外国人なんで。あ、そっかそっか。ね、ちょっとコミュニケーション取るときにイエバディって言ったら注目しました。やっぱりニコルマンの、ニコルマンの真似してたんですよ、ずっと。知ってんですね、向こうの人。ああ、そっかそっか。で、それを浸透して初めて、はい、ヘイ、来てもらうって言われて、はい、イエバディって言われて、はい、なんばらピーナって言って、なんとか、はい、かんとか、ピーナッツって言ってんですよ。はいはいはい、でも僕、それ、わかんないから、音で聞いてるんで、なんばらピーナって言ったんですよ。はいはいはい、そしたら、めっちゃ爆笑させた。多分こいつマジアホやと思われて、それで仲良くなってました。だから英語は友達がペラペラ教育指導の人いるんで、うん、協力してくれるかもしれないです。あ、まあそう、誰かで行っ
行くに越したないですよね、でもね。はい。ねえ、ということで、まあ、北村さん、動物愛好家としても、知られてますけど。お互いです、ね。はい。今まで結構ペット飼ってきました？今まで、かなり飼ってます。あ、まあ、でも、この間、そうだ、グリルさんの、マスグリルの動画で見させてもらったんですけど。見てくれたんだ。カメとね。はい。バックから。カメつきガメ。あとだからカメとかいろいろ飼ってたんですもんね。ワニガメとか、ヘビも。食物連鎖というちょっと上のクラスのやつらを飼ってたんですよ、ね。ああ、そっか。犬はワンちゃんは？ワンちゃんは柴犬の昔。あ、飼ってたんですか？はい、飼ってて。豆柴だったの。おー。豆柴って調べたら、お父さんお母さんちっちゃい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 、の品種改良らしくて、とにかく弱い。あ、だから強く、長く育ってほしいんで、もうや、豆柴買ったんですけど、それ調べたらそうなったから、もうちゃんと食べさせてさ、普通の柴犬にして。あ、すごくそう。できるんすか、そんなの。できましたね。よく食べた、よく食べてくれたんで。マジっすか。ただ餌代かかったな。好きなもん書いて、はい、すげえな。最後太っちゃって、はいはいはい、デカかったっすね。なんかでかくさせたいんですよ、ね。ああ、だって今はだってウィン君、ウィン君も絞れてますね。なんか、いやー、ウィン君ってアメリカンブリーブリーですのサイズがいろいろあるんですもんね、XL あります。小さいサイズだと思って買ったんですけど、ドッグラン行ったら明らかにみんなよりでかいですよ。ああ、で、黒人の人にそれスタンダードじゃない、あ、クラシックでもない、あ、 XL だよって言って、あ、え、マジでって言って、ケット、クラシック、スタンダード、はい、なんか、で、エクストリーム、はいはい、XL、そうなるんですか、ブリので、たまに 2XL がいる。 2XL とか絶対もうやばいじゃん、やばいじゃん、はい、ただそうっすか、ちょっと憧れてます。あ、でも探してんすよ今、あのインスタとかで、じゃあ TikTok かな、はい、たまに外国のすっげえ出てくるんですよ、はい、いますいますいます、ヒットブルじゃない、あれは多分 2XL なんですよね。絶対 2XL です。やばいっすよね。いや、もうだって女性の顔よりでかいっすよ、ね。いや、うん、全然。いや、でな、本当に鎖のえぐいのでつながれてだから、あの、僕と北村さんはそう、その犬好きというかね、僕もフレンチブルドッグ2匹飼ってて、いいっすね。でブリと、まあ、フレンチブルも、まあ、似てるんですよね、体型というかね、似てます、顔が違うだけで。そうそうそう、だからその辺の僕は勝手に今日親近感が湧いてて、はい、でやっぱりあの犬種飼えるの、またそこの独特なラインがあるんだよね、はいはいはい、他の犬種とは違う、ちょっとトイプードルとも違うし、違いますね、なんかこう違うんですよね、はい、そのブルドッグ系のブルちゃん、うん、もう夏弱いし、夏弱い、冬も なんだかんだ弱いし、そうですね。え、どんくらいですかウィン君。ウィン君も、あ、でもそんなもんすか、ボディ、いや、こんなもんすね。え、何キロですか体重。33。あ、33か。で、ストップもう止まってます、ね、だもう伸びない。あ、の伸びるっていう人もいるんですけど、もっとちっちゃいやつもいて、これ、これ、え、それこれちょっと、これいや、これ、これティッシュ、これに手足が入ったみたいなやつ、そう、のブリがいるんですか。ブリも、全然動けないですけど、でもこのサイズじゃないかな、さすがにこれじゃ生きていけないですよね。結構ちっちゃいですよ、かなりちっちゃいですね。その辺もちょっと今度ね、ドッグラン動画とか、ぜひ撮りたくないですか。ぜひワンちゃんお願いします、はい。ね、みんなこういう企画やってほしいとかあったら、そう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 、はい、ちょっと北村さんとは結構コラボしたいんで、ああ、ぜひ、ありがとうございます。もう本当にお願いしますよ、モチベーションが上がります。いやいや、こちらこそ、何事も、はい、やっぱり自分よりでかい人見るとモチベーション上がるんですよ。本当ですか、でかいじゃないですか。いや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 、今何キロですか。今100、やばいんだよな、ちょっと間に合うかなって感じなんですけど、115。あ、え、大会出るのはもう公言してるんですか。いや、あ、そっか、どっかのタイミングで言うとは言ってました。あ、じゃあまあ言いました。言ってないですね。ハドクマさんのチャンネルで、いつって言われると、標的に、なんていうんですか。あ、そうです、ね、標的にされるっていうか、そう、またね、はい、絞れてる、絞れてる、そう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 です、また標的に、マニアのかとか、マニアの、あ、この日、そう、出るんだあいつみたいな感じになっちゃうのも嫌で、
あ、でもなんかアマチュアオリンピアに出ますとは言っちゃったんですよ。だから11月。ああ、そういうことですね。まあまあ、別にそれは、はい、ね、あれですから。でも僕もね、結構去年言われたんですよね、間に合うのって。へえ。僕、間に合うことないんですよ。あ、なるほど。だから、こいつ汗えなーって、俺なんか全然知らねえじゃんと思いながら、間に合うよってその動画内でアンサーしたんですけど。元気さんって どんな減量の仕方なんですか？まあ、オーソドックスっすよ、ローカットで。はい。で、カロリーやっぱ結構落としてますよね。あんま食べないっす。食べたらだって痩せないっすもん。なるほど、なるほど、なるほど。だから、なんか結構カロリー計算して、基礎代謝とね、運動代謝とこうギリギリでずっと攻めていく人いるじゃないですか。はい。3000食べててパリッパリの質感になってる人って僕いないと思うんですよ。いや、外人ぐらいですよね。うん、ま、でクリス・バムステッドですら去年1000なんとかって最後言ってましたね。言ってましたよね。言ってました。だからなんかやっぱりそんくらい最後ドンって落としていかないと、はい、ちょっと筋力削れるぐらいで、うん、僕はやってますけどね。有酸素も、有酸素はまあ、犬の散歩1時間と、ああすごい、あとは週に3回ぐらいは夜エニタイム行ってやって。意外と毎日じゃないんですね。毎日やらないですね、はい、疲れちゃう。救われ、超疲れますよね、はい、疲れるとやっぱ絞れなくないですか？もうジロも上がんないですですよね。100ポンドやってたのが80ポンドとかでやるパフォーマンスになっちゃうんで、毎日が。なんか北村さんの減量って結構なんかすげえ追い込んでるように見えたんで、はい、なんか逆にポッと減量中に、まあ、3日間とか何もしない日作ってもいいんじゃないかなって思いましたけどね。疲れ溜まっちゃってんじゃないかな。その内臓の疲れもあるだろうし、はい、やっぱタンパク質とか僕もやっぱ減量末期内臓とか肝臓か、はい、タンパク質とかですごい疲れてるの分かるんで、疲れ抜けないんですよ。抜けないですよね、重いですよね。だから最後僕はコエンザイム9点とか、そういうアルファリポ酸とか、はい、なんか飲んだりしますね。そういうサプリ、その内臓ケアっていう、これすごいポイントですね、見てる方。あと漢方も取り入れです。あ、そうなんですか。便の方のデトックスよくする。はいはい。確かにお腹に溜まったらそうですね、体重も落ちないんでしょ。ポンポリになっちゃうんですね。あとはなんか常にむくまないようにさせてますね。まあ最後ラスト1ヶ月ぐらいで結構絞れてる状態じゃないですか、8割僕はね。いや、草原さんは僕はもうギリなんだよ。はいはい、ラスト3日ぐらいなんでギリになっちゃうんですかね。いいな、なんですかね。最初の頃は、まあほら、あのすげえ初期の時ってキムチとか食べすじゃないですか。食べてました、食べてました。だからまあそういうのもあるのかなと思ってたんですけど、あ、意外とカロリー取ってたのかなっていう感じはですね、ですね。でも2500でこの筋量だったら絞れますよね。今絞れてきましたね。またなんか停滞しそうな気がしてきたんで。ああ、ちょっと有酸素毎日やってんすか？有酸素毎日やってっすね。今から、トレーニング前、午前中のエンプティ、ああ何もないが週に2、3回で、ウェイト後はまあ不足したい部位の日だから、ちょっと腕の差当時の時に三頭がもっと腕太くしたくて、あ、でだからそれで、あの腕の日には有酸素しないで、あとは基本するみたいな。ああ、だから週6の週5ですね。週5 か、まあ、落ちにくいんでしょうね、話聞いてる感じ。落ちやだって、結構みんなストンと落として、もう1ヶ月前にはもう完成して。まあそうっすね。だから絞れない、絞りきれない人、多分 3.8% とか 4% ぐらいが多分いい感じだと思うんです。でボディビルだと、まあ、お尻のカットとかもあるから 3% ぐらいになるんですかね。いやー、そうですね。あ、でも外国の人は筋量でカバーしてる人もいるでしょうけど。そうですね、カバーしてますね。はい。でも疲れ溜まっ言い過ぎてる可能性はあるんじゃないですかね。当日辛いですもん、ちょっと。ああ、そうっすか。はい。まだ50歳まではフィットネスできると思ってるんで。ヘビー級だからね、まだ。ヘビー級、はい。結構大変ですよね。いやー、ポーズ取った時に、やっぱ隙間って前言ってましたね。隙間が空いちゃうから、手足長いんで、まあ、ロニー・コールマンも長くかかったって、40歳でやっとミストオリンピア取った。あ、そうでしたか。あ、40だったんだ。リー・ヘイニーとかも28歳にとって、あ
僕は知ってバーッピークでやめてボロボロになってやめちゃったんですよね。ロニーはそっか。そうっすよね。なんか北村さんでフリーウェイトですか。胸だけあのダンベルでフリーウェイトやってます。あ、そうっすか。あ、胸とあのあれだアームカール2種はダンベルでやってます。あとはね、もう、マシン任せにしてるんですよね。あー、意外ですね。ちょっとシンプルな、ほんとシンプル。この後トレーニング行くんですよね。そうなんです、ね、今日ちょっと腕でトレというか、どっちのメニューで北村さんのとお互いのミックス出しますか。はい、ミックス系でじゃあ2、2か、3、3か、そうっすね、1か、はい、それやっていきましょうか、ね、はい。いや結構喋りましたね。いやだから普通に久しぶりに会ったんで、はい、普通の会話しちゃった、なんか最近の北村さんの僕が気になってることを聞いちゃったからっていう。ああ、いやいやいや、全然全然そんな中みたいなかもしれないですね、素の北村さんっていうかね。ああ、そっか。ストレート活躍をストレート活躍でいいな、はい、ちょっとじゃあしばらくストレート活躍で行きますので、はい、いや、もう純粋な北村さんがそれがもうみんなの心引きつけると思うんで。作れないんで、うん、はい、もうボロが出るというか、はい、じゃあもしよかったらチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。